まあ、それで、実業団は何年されたんですか？実業団は第一生命で3年で、2年間ギターをして、で、島村に行って、ニトリに行って、で、プロ転向して、で、今埼玉医科大と契約をしてっていう。なるほど。まあ、第一生命の話、もうちょっとお聞かせいただきたいんですけど、3年しかいなかったんですね、じゃあね。そうそう、3年しかいなくて。その3年間の中で、まあ3年しかいなかったのが長いと言うべきなのか短かったと言うべきなのかよくわからないですけど、まあ3年間いた中で、やっぱりその野尻さんと尾崎さんっていう、まあ他にもね、いろんな先輩方いらっしゃったと思うんですけど、まあそういった先輩方を見ててなんかこう学んだこととか、あるいはその直接的に何かアドバイスいただいたこととかで印象に残っていることとかってありますか？アドバイスをもらったりとか、そういうなんか、口で言う先輩じゃなかったんですよね。崎先輩も野尻先輩も。まあ聞けば教えるんですけど、こう、どちらかというと口で何かを言うタイプじゃなくって、もう走ってる背中でっていうなるほど。タイプで、そう、でも、なんか、まあ、それもそもそも学んだことというか。あ、なんか、言わなくても、こうやって黙々とやってくって、すごく大事なことなんだな、みたいな。結構だからその目立ちたがりだから、もうバンバン、気も強いから、口でどんどん。だから、ああやってこう、寡黙にやってくタイプってすごく真逆なので、そういうところをちょっと、何も言わずとも結果を出してくるタイプ。学んだし、あとは、一番その尾崎先輩から学んだのって、一緒に練習をしてて、苦しくなって、あ、もうなんか、尾崎先輩呼吸乱れてきて、もう垂れるなって、すごい母言ってて。で、垂れるなって、って思ったところからまだ行くっていう、強いな。なんか戻せる強さっていうか、あれが多分マラソンで強いってことなんだなって、そうすごく思って。それは天満屋の前田穂南さんが30キロの日本記録を出したときに、まあ、ちょっとペースメーカー的なことをやらせていただいたんですけど、その時も同じことを感じましたよ。もう10キロぐらいで正直無理やなと思ったんですよ。そうそうそう、あ、こんなに歯入ってたらもう無理だなと思ったんですけど、そのまま最後まで行ったっていう。やっぱマラソンで結果出す人はその辺強いですよね。そう。だからなんか呼吸がまた戻るのよね。戻りますよね。戻る。で、え？って思って。だからその超えられる力っていうのが、やっぱりその前田穂南ちゃんとかもそうだと思う。あれはすごく学んだなっていう。私多分もう、ああ、もうダメってなっちゃうんで。そうそうそう。バーっていなくなっちゃうから、ああ、良さっていうのかな？っていうのがやっぱり強いなってすごい思ったかな。まあ、その仮に同じことができなかったとしても、あ、こういうことって人間ってできるんだっていうのを知るだけで、なんかちょっと自分の練習も変わってきますよね。そう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 。あ、じゃあ、もしかしたらいけるのかもというか、なんか、慣れる部分は、もう苦しくて自分ではいっぱいいっぱいだけど、あ、でも、っていう。で、やっぱりそのマラソン走ってると、まあ、トータルして4回か3回ぐらい、あ、きついなって思うポイントって、あるじゃん。あります、あります。そうそうそう。まあ多分5000とか3000とかでもデッドポイントみたいなのはあると思うね。で、その、だったら、3400ぐらいから3800ぐらいまでちょっとなんかきつくなって、あれって思う。で、足が動かないとか、呼吸がきついって思うところがあると思うんだけど、それがやっぱりフルマラソンでもあって、なんか普通に3分半ペースでも楽だなって思って、刻めるときと、あれ、ペースなのになんかきついって思うところが、多分それがフルマラソントータルして3回か4回は起きる。そうですよね。そうそうそう。でも、なんかそれを超える
声方が、あ、あれかってちょっと思い出すときは、古はい橋。はい。あ、でもこれって今波が来てるだけだから、とか、は、れるようには、冷静なとき考えられるようにはなってっていう。だからそれをね、こうやって話で聞くっていうのもね、勉強になるんですけど、まあそれを自分の目で見るっていうのはまだ違いますもんね。こう、なんか、やっぱり自分が苦しい、自分が走ってるっていう状態だと、やっぱパニックにどこかしら、頭がそうなのか、体がパニックになっちゃって何もわからなくて、とりあえず追い込まなきゃとか、とりあえず行かなきゃっていう感じがあると思うけど、ちょっと自分じゃない人とか、自分じゃないものをそういう目線で見れた時って、あ、こうやって戻すのかとか、なんかすごい、そういう見方ができるかなっていう。なんかやっぱり言葉もわからないしね。そそうでう。すね。そうそうそう。なるほど。まあ、それ以外はなんかご勉強になったことってありましたか？尾崎さんとノジーさん以外でもいいんですけど。勉強になったこと？盗んでことって言ったらいいんですかね？自分が見てて。なんだろう。なんかあんまり周りのことをそこまで考えてなかったからな。ああ、なるほそ、ど。まあ確かに多分勉強するところはいっぱいあったけど、もう自分のことで精一杯すぎて、そっかそっか、はい。日が。それで言うと、その3年間は、その下門さん自身の競技っていうのはどうだったんですか？ああ、でもなんか常に苦しかったかなっていう感じはありますね。それはどういった面で？あ、練ちょっ習と待って。面なのか、正解。もう、生活とかはそうでもなかったけど、はい。練習とかが辛かった っていうのも、はい。まあやっぱりその一番強い時代に入っちゃったっていうのが、すごく自分には刺激にもなったけど、そはい。れ、やっぱり途方もなく感じちゃった。だからそう、ああ、さき先輩とか野尻先輩みたいな強さを見たし、はい。で、もう上ってもう絶対ブレない強さがあったっていうのも、はい。はいはい。まあそういう強いチームってどんどん下からも強い選手が入ってきて、うん。ターハイ何番とか、王子何区何番とか、そういう選手が入ってくると、やっぱりこう下からも圧力がかかってくる。うで、自分ん。が、まあ、この陸上人生でずっと思うのが、まあ、それなりに多分結果も周りから見たら出してた方なのかもしれないけど、こう、常に劣等感というか、うん。はいはい。高校時代からもそうだけど、常にそういう誰かにというか、自分がすごく弱いとか、なんでこんなに出ないんだろうとか、そういう劣等感をずっと抱きながら走ってた感じがあって、で、それがあって、もうどんどん、とりあえず練習しようとか、思って、朝とかも、朝、例えば12キロの集団走とかがあった日とかでも、それが、だいたい6時スタートとかだったら、みんなアップするけど、もう4時半とかに起きて、だいたい5時ぐらいから練習、始めて、自分で、もう4、50分ジョグしてから、その12キロとかの練習で集団走やったりとかっていうのを毎日やってた。毎日というか毎日やってたの。それを。もうだから疲れちゃったんだろうね、その。こんなにそれやっても周りはこんなに強くてとかそういうのが、だからもう、苦しくなっちゃう部分があって、まあそれってでも、とかチームにそういう指導をされてるわけじゃなくって、自分が勝手にそうやって追い込んで苦しんでたっていうだけで、に、そんな50分もね、ジョグなんかしなくても、でもやっぱりそうやって強くなりたいとか、駅伝走りたいとか、誰かに勝ちたいって思う気持ちが、こうしないとダメって、って自分で思っちゃってた部分もあったし、そうそうそう。かな？それをやってたら、なんか、こう、
朝が来るのが怖くなっちゃって。はあ、わかりますね。そうそう。だからもう寝なくなっちゃう。逆はいに。はいはい。で、寝たらまた朝が来ちゃうから、そう、寝れなくなっちゃう。朝が怖い。とか。めっちゃわかります、それ。そう、気持ちになっちゃって。うん。そう。で、別にそんなに体重管理をすごい押し付けられてたわけじゃないけど、でも自分で、やっぱり良い方が走れるし、感覚もちょっと狂ってきちゃってて、はやっぱりその体の中がどうこうとかよりも、体重の重さで考えちゃって、こう、水を飲まなかったりとか、こう、まあ、ちょっと重いなって思った時に、こう、なんて言うんだろう。上から吐くのがすごく怖くて、自分の中で指を突っ込んだり、そうやって吐くのが怖かったので、下剤あるじゃん、コーラ。飲んで、下から出して、っていう。でもそれって多分一時的には体重落ちるんだけど、水分とか、なんか、言ったらもう全部出すから脱水状態。そうですよね。だから、まあ、言ったら力も入らなくなってくるし、そう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 。まあそんなことが、3年、駅伝優勝した後に起きるようになっちゃって、それだったのね。3年目の後ですか？そうそうそう、3年目の後、そう。それをやるようになっちゃって。そうで、あ、もうこれダメだなと思って。で、まあ、怪我もしちゃったので、そのタイミングで。そう、だから、そう、やめようって思って。ああ、じゃあもうそれは自分から言ったっていうことなんですね。そうだね、自分から、もう、ちょっと、つい。っていうことは言って、急遽やめてっていう感じで。それはまあ、ただその尾崎さんと比べてとか、野尻さんと比べて、まあ差があるっていうのはまあそうだったのかなとは思うんですけど、その下門さん自身の競技はどうだったんですか？まあ上と差があるのはしょうがないとして。下方さん自身もちょっと伸び悩んでたりはしたんですか？それとも、下方さん自身は一応記録は伸びてたんですか？そうそう。で、その3、駅伝終わった1週間後ぐらいの日体で15分48とかで走って自己ベスト全出然し、走れてるじゃないですか。それが3年目。なんか、2年目の時とかは、全日本実業団陸上って、1000メートルとかタイムレースになってるけど、予選レースがあって、なんかその1日のうちの9時ぐらいに予選レースをやって、で、夜の7時ぐらいに、決勝があるよ。1日に2本レース走るような日だった。2年目とかが。それで6分3とかで走って、決勝15分50いくつとかで走ってたりとかしたから、力はあったりとか、そうで、辞める時も、周りの声とかを、まあ結構自分はこうなっちゃってて、もうやめるやめるってなっちゃってたから、あれだったけど、なんか周りの声は、やっぱりそれと、同じで、あんなにタイム良くなってきてたのにというか、自己ベストも出してたんだ、みたいな。そうそうそう、結構いい、順風満帆と言ってはなんだけど、流れで来てたのにやめちゃうんだねっていう感じで周りからは見られてたことにすごいびっくりしてた。だからもう当初の自分はすごいこんなに走れなくてとかこんなにタイム出なくてっていう劣等感ばっかり持ってたから、周りにそうやって言われたことに対して、え？って思って。そうそうそう。そうですね。正直、今私もね、そういう話を聞いて、まあ、20歳で15分50ぐらい、まあ、21で15分48とかで走れてたら、
まあそこから持っていき方によってはどうにでもなるし、まあこれから面白い選手なんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、でもその今から振り返ってみたら、その二十歳前後の時間の感覚って今と全然違うくないですか？全然違う。二十歳の時の一年間ってめちゃくちゃ重かったし、あともうなんか正直ね、もうおじさんになってきたら感情がなくなっていきますよね。そうそう。ある意味でその落ち込みっていうのがそんなに深くはないんですけど、やっぱ二十歳ぐらいってその思うように結果が出なかった時の落ち込みって今より大きかったくないですか？一喜一憂の振り幅がね、すすごい大きごい。かったですよね。そう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 。だから本当にこれ以上やっていけるのかって思う時もあるし、もう楽しい、すごい楽しいし、みたいな、起伏が激しかったかなっていうのは。そうですよね。まあじゃあそれちなみに今から思ったらどう思いますか？当時あのの自分。決断は、当時の決断。まあそう当時ね、その練習面とかその体重管理に関しては、まあ知識がなかったからしょうがないっていう部分もあるし、あとはそうやって自分の体で経験して分かっていくこともあるじゃないですか。だからまあそれに関しては自分がそれで結果を出すためにベストな選択だと思って当時やったのであれば、なんかそれは今のね、我々がどうこう言うのもおかしいと思うんですけど、ただその辞めるという決断に関しては、なんかもうちょっとやってもよかったのかなとかっていうのも思ったりしますか？なんかその当時に、その山下監督に、なんかその、もう辞めますって言った時に、じゃあ一回夏ぐらいまで休んでみたらっていう話をされて、そう、だからまあその時が3月とかだったから、まあ、2ヶ月とか3ヶ月とか、まあ足も今痛めてるし、ちょっと、や、あの、休んでみたら、感覚変わるかもよ、みたいな、言われたけど、とりあえず、その当時は、ここから逃げたいというか、ていう気持ちがすごく強くって、やっぱり周りも見ないし、で、これ以上、こういう苦しさがずっと続いていくのかって思ったら、すごい苦しかったから、でもどうなんだろう、その、2、3ヶ月休んでみたらって言われた時に、はいって言ってたとしたら、どうなってたんだろうな。想像がつかないけど、でも、遅かれ早かれ、どこかのタイミングでは多分もうやめてたかな。マラソンまでは多分、行かなかったかなって思うかな。じゃあまあ、そんなに結果は変わらなかったかなっていう、当時はやっぱりきつかったなって精神的に。